村田です。今日は身体能力が上がる練習方法4について話していきたいなと思います。今回紹介するのはこちら、片足ライオンですね。また変な名前が出てきたと思った。片足で以前紹介したライオンをするんですけど、3回目とか2回目とかでこうリズムに乗って逆立ちに行くんですね。これ簡単そうに見えるでしょ、地味に見えるでしょ。やってみたらわかるんだけど意外と難しいよ。どういう風になったら正解かっていうと、このね、ライオンしている時は絶対体ブレちゃいけないし、逆立ちになる時もブレちゃいけないし、逆立ちから戻ってくる時も一切ブレちゃいけないんですよ。で、今この角度だけど、これを逆立ち本当に倒立まっすぐになるまで足を上げるんですよ。で、戻してくる。で、この時にもう一切ブレちゃダメっていう、ふらついちゃダメっていうことなんですよね。これがどこに繋がるかっていうと、倒立に繋がってくるんですよ。言わなくてもわかると思うけど。で、この倒立がね、できるようになったらどこに役立つかっていうと、これはもう別に説明しなくてもわかるよね。いや、まあ一応説明するけど、倒立はもちろんなんだけど、倒立が入っているバク転とかハンドスプリングとかロンダートとか、こう前方倒立回転とかいろんなところに役立つわけなんですよ。だからね、今言ったバク転とかハンドスプリングとかちょっと難しい技ありますよね。そこに関係するこの倒立すらちゃんとしっかり安定してできないと、この上級技って難しいと思いませんっていう話。だからこの練習すごい役立つんだよ。だからオールマイティに役立つよっていう感じだよね。楽勝に見えると思うけど、ちょっと一度やってみて。結構ね、ふらつかないでしっかり安定してやるっていうのは難しいと思う。特にこれで逆立ちまっすぐまで行って戻してくるっていう動作を安定してこなすのって難しいと思うから、ぜひやってみてください。そうするとそれができるようになるぐらいまで安定すると、絶対バク転とかハンドスプリングとか、そういうね、倒立の要素が入っている技は確実に上手くなるんで、もしよかったら試してねっていう、そういう話でした。じゃあバイバイ。